釈迦如来座像本堂かつて存在していた谷中五十島、天皇寺は東京都台東区谷中にある天台宗の寺院。正式名称は五国山村長院天皇寺である。日蓮が鎌倉と安房を往復する際に関小次郎町明るの屋敷に宿泊したことに由来する。関小次郎町明るが日蓮に帰依して草案を結んだ。日蓮の弟子、悲願が ホッケマンナラを勘定して解散した。1641年、徳川家光、秀勝院、春ス局の外語を受け、29,690坪の土地を廃領し、将軍家の祈祷所となる。1648年日練習旧世、日なによる、超加山観王寺村長院演技が、唯一の資料である。ホッケ寺から転従した日明るが中高するまでの歴史は、 不明である。改装時から、日蓮宗であり早くから、藤伏せ派に属していた。藤伏せ派は、江戸幕府により弾圧を受けた。日蓮宗15世、肥良の時、1698年強制的に、改修となり、日蓮宗14世、肥良、日蓮宗15世、肥良が共に、八条島に遠投となる。廃寺になるのを惜しんだ。 林王寺宮高弁法神皇が寺の存続を望み、喜び雲大僧正を天台宗一世として迎え、微社門天造を本尊とした。喜び雲大僧正は、後に善光寺を中興する。当時の改修をもって、祖師像は、随臨寺に引き取られていった。1833年に、北家教寺の地繊院の秘怯や、その娘で、大奥女中であった。 先行院員などが林彦守る、見延地区前守、中野良王らを動かし、関王寺を再び、日蓮州の寺院とする事後解消活動が起きる。しかし、林王寺宮、春日都市法神皇の働きにより日蓮州奇襲は中止となり、長岳山関王寺から五国山天王寺へ会合した。1700年、徳川幕府公認の布が興行され、目黒不動、 湯島天神と共に、江戸の御富と,として、大いに賑にわった。1728年幕府により不特勤指令が出されるも、工業が許可され続け、1842年禁令が出されるまで続けられた。ありがとうございます。